石田さん、いけたかもしれない。はい、ちょっと待ってください、ね、皆さんこんばんは、石田純一です。今日の純チャンネル、なんとライブ生配信です。時間がちょっと遅れまして本当にすいませんでした。今日のテーマは、本日発売になりました週刊新潮の、記事についてとか、そういうところでお伝えしたいと思います。またかという感じはあるんですけれども、前回ちょっとこう、YouTube をちょうど初配信した日に、いろんな反省会も含めて、それはスタッフとはこの事務所でやり取りしたんですけど、プロデューサーとあるところでお会いして、そこを出てきた時に、写真撮られたというところでございます。実際記者さんは僕らは会ってはいないんですけど、今回すごくありがたかったのは本当に取材をしてくれたんですよ。その時は撮られた時って分かりませんから、でどこでどの部分を撮られたのかなみたいな、そういうことはちょっとこう、いろいろいつも謎なんですけれども、でもその数日後にこの間1月14日に、この緊急事態宣言のさなか8時過ぎに、どっかで集まってましたよねっていうことを、やっぱりちゃんとその取材してくれたんでこっちも説明できたと。基本的に2020年随分こうやられた時は本当にやっぱり取材がなくて好き勝手に書かれた部分があったので、本当にわずかながら来てくれた取材というかね、そういう方でも、もうちょっとお話しすることありませんというふうに言ってる時でも、やっぱり少しこう女性の年配といいますか、記者さんがほんの一言だけでもいいですって、なんかいらっしゃったうちに来た時もあったんですけども、それなんかでもやっぱりこう、いろいろ普通にお答えしてたら、記事を見たらもうびっくりで、ブチギレみたいな、逆ギレって、そもそも怒ってないですから、いつも大変な状況ではありましたので、集中砲火を浴びたとかね、そういう時でも、でも一応ほんのちょっとだけでもやっぱ来てもらえると、実際どういうことなのか分かるじゃないですか。だから、今回も記事的にはだいぶ、それでも柔らかいんですけれども、やっぱりちゃんと取材に来ていただいたので返したことが載ってることがある。ただある程度面白くなくちゃいけないっていうことで、少しオーバーに書いてる部分もあるとは思います。でもまず週刊新潮さすがだなと思ったのは、電話ですけれども取材にちゃんと来ていただいたっていうことで、ただその時うち今親友がですね、コロナにかかって同級生ですけれども、今集中治療室で本当に、危篤になってるという状況だったので、記者さんとかそういう電話が来てもテンパらないですけど、非常にやっぱりそういう、どうしたらいいんだっていう、動転してた時ではありました。ちなみに、はい、石田さん、はい、僕らも記事読んだんですけど、まずそもそも14日に、はい、YouTube の収録をしたじゃないですか、はい、で記事には、生配信が終わった後店に行きってあるんですけど、これ違いますよね。初配信です。はい、初めて配信した日が1月14日で、たまたまですけど自分の誕生日を選んだんですけどもね、その後ちょっと反省会なんかもあって、
ちょっとどこかでっていうことを。でも石原さん、僕らはあのあと会食に行ったっていうのはこの記事見て初めて知りました。あ、そうだから、あの全くそれは自分たちがあの何か初めてなんで分かんないことも多いし、なんかそういう何かこう会合みたいなね、打ち合わせ、まあ事後の打ち合わせですけど反省会みたいにやるのかなと思ったら、やっぱりこういう時期なんでやめましょうって言って、それであのスタッフはあの別れたんですけども、あの一人だからプロデューサーですね。プロデューサーというのは、あのまあその今回のその座組を我々が、まあ、YouTube を配信するっていうそのチームの、まあ、まあ要するにどういうんですかね、まあやっぱりそういう方が、ま、実際に僕らはあのいろいろ意見をやっぱ聞きたかったっていうのはあったんだけど、ちょっと呼ばれたので 2,3 人で、はい、まあ、友人ですけれども、あのそのまあ、知人といいますか、それで、向かったのがやっぱりちょっと今回の記事だったので、非常にやっぱりいろいろこう自粛してる世の中で、あのまた不愉快な思いをさせてしまって本当に申し訳ありませんでしたっていうところです。やっぱりね、我慢しててもう飯も食えないっていう人もいらっしゃる中で、まあ本当にちょっと心苦しいというか、それは思ってます。すいませんでした。その時の現場の状況をちょっと詳しく聞きたいなと思うんですが、雑誌記者はどのタイミングで石原さんの元に来たんですか？雑誌記者は、顔をあの、まあ、出しませんでした、要するに写真を撮ったということですね。あの話を総合すると、はい、こう通りかかった方ないしはお客様が、まあ、通報されて、それで、現場に写真を撮りに来たっていうことですね、はい、写真だけ撮られたっていう、ね、そうです。でその状況をそのまあ、まあ、よくあるんですけども最近は、はい、まあ、通報したというか、通報、そうですね、だから、まあ、週刊新潮の、まあ、記者さんか会社かに、言った方の、まあ、その見た感想みたいなの載ってましたね。ただまあ、誰かがリークしたってことですか？あ、リークです、リークです、はい。石田さんがみんなとご飯食べてるのを、そうです、そうです。お客さんとかだから基本はまあ、ちょっと話したいことはあると、だからそこで3人で始めたんですけども、そこのお店は個室が他にあって、でご挨拶に来られたりとかした、まあ、知人がその2組いたんで、まあ、一時的にちょっと座れとか、そういうことを、まあ、僕の友人が、まあ、意外とちょっと座れとか、まあ、ちょっとみたいな、それで、なんかいろいろ注文したりとかね、まあいいからとにかく座ってとかで、その状況で自分らは今はね、会食、まあ、ステーキを食べても、ね、一国の首相でもやっぱ怒られてる時ですから、いや、とにかくこう人が多くなるの困るからということで、今そこに皆さんいらっしゃるんだったら僕は帰りますと言ったら、まあ大変失礼な言い方だったんだけど、僕はもう帰るっていうか、まあこれダメだよということで、こういうふうになるんだったらもうそもそもここに来なかったと。少人数での食事はいいけど、まあ、3人ですけど、まあ、時間がねちょっと問題は問題ですけども、まあ、そこは、はい、少人数だったらいいだろうと、そうですね、まあと思ったんですけれども、一時的にせよこう増えた、だそこを、まあ、見た方が、まあ、リークされたんじゃないかと。だから記者さんにはそこは後で電話取材を受けた時に、だからちゃんとお伝えしましたけどね。ああ、電話取材を受けたんですね。はい、電話取材だけです、受けたのは。直接ですか？直接です。それ、その方は知ってる方なんですか？知らないです。
あ、でも週刊新潮さんは前よくコラムとか書かせていただいたり、あの電子版でもずっとこう、いろいろ書いてましたので、まあそういうエッセイとかコラムを持ってたっていうところで言うと、まあ、あの身内感覚なんですけれども僕らにしてみると、まあ、今回はその写真を撮ったんだ、それをボツにするわけにいかないと、それをやったら週刊誌としてのやっぱりあの、まあ、生命線なので、載せますということだったので、あの本当事実をお願いしますと言ったんですね。まあ、だから今回は写真撮られてるのって気づかなかったんですか？もちろん気づかないです。あの気づいたことはもうほとんどないですね。あ、そうなんですか。酔っ払ってるっていうのもあるし。いやだから酒は飲んでないんですよ。あ、それは飲んでないんですか？はい、1月14日も飲んでないし、まあ、それはあの過去に8月ぐらいにあの、まあ、7月だったか、あの撮られたやつで、はい、まあ、スポンサー様への、まあ、暗夜というんですか、謝罪のあるいは報告の、そういう席上で、まあ、ご飯を食べてお酒も入った時はありましたけど、あの千鳥足だったっていうやつ。まあ千鳥足って、まあ、言われてますけど、まあ、顔がねやっぱりすごくこう内容が内容だっただけにすごく疲れた顔はしてたと思うんですけども、まあ、なんで酒を飲まなかったんですか？いやだから自分 の, あのこれから、まあ、今拙いですけれども、はい、まあ、YouTube でいろいろやってこう発信してこうなんとか、まあ、余計なお世話だけど世の中のほんの少しのためでもなれば、あるいは弱ってる人とか困ってる人、まあ、自分もそうかもしれないんですけども、あのそういう人の力になれればという感じで今やらせてもらってます。なんか今日も、まあ、大統領のアメリカの大統領の就任式を見て、そのアマンダ・ゴーマンさんっていうね、あの22歳の詩人、はい、詩人があのもう本当素晴らしい、だから言葉の力というか僕らも本当に勇気づけられましたし、あの素敵なこう 詩人なんで、詩なんですけども、その言葉っていうのはやっぱり力があるなと、人を勇気づけたり元気づけたりするっていうふうに改めて思いましたけど、まあ僕らの、まあ、YouTube でいうとまだまだそこまでもう全然力も足りずに、まあ怒られてばっかりですけど、はい、はい、ちょっと脱線しましたね。で石田さん、この日って誕生日だったじゃないですか。はい。ご家族と過ごさなくてよかったんですか？いや、あのそれがだから YouTube の初配信ということで、前からその1月14日からやりたいっていうふうに言ってたもんですから、当然あのそれは後日、家族とは後日に、まあ、やろうということで、実際はあの週末にやりました。はい。あ、そうなんですね。はい。あ、なるほど。の子供たちがね、サプライズでおめでとうってまあいろいろ手紙を書いてくれたりとか、まあ本当にそれは楽しかったですけど。この14日に退職をするっていうことは、はい、奥様には報告したんですか？あ、だからそうですね、あの基本うちも、ご飯が5時とか、遅くても6時ぐらいに始まるんですけども、子供たち時間に合わせてるので、あの僕らがそこでちゃんとあの会って、その時間に用意ができてれば一緒にご飯食べます。でもちょっと遅れてくるんだったら、あのその後寝たりするときにこういろいろ、まあ、帰って邪魔になるからっていうふうな、まあ、システムにはなってるんですけど、まあ、この日は撮影がもうそもそも、まあ、8時ぐらいとか9時ぐらいになっちゃうかなと、はい、そういうことだったので、それはもう言ってありました。あ、一応報告はしてるんですね。あ、報告してます。で、奥様は何て返すんですか？いや、本当気をつけてねと。はい。だからそうですよね、だって緊急事態宣言中で、はい、夜8時以降は飲食店は開けないでほしいっていう。まあそうなんですね。はいはい。
ね、まあそれっていう要はその飲みの席に行かないでっていうことでもあるじゃないですか。そうですね。でもでも石田さんも行くんですよね。まあこらえてますけど、14日の場合は一番最初にその配信したということで、まあやっぱりいろんな意見は僕らも聞きたかったですね。まあ参考になるというか、実際には他の人はどういうふうに捉えてるか、だからもう本当厳しいぞと、甘いもんじゃないとか、まあそういうことだったり、あとはちょっとテクニカル的なこともいろいろ聞いたりしました。そういう会食だったんですね、最初は。はい、いやでも3人以上来る予定はなかったので、まあそういうふうにいっぱい大勢に見えたというところが、そのお店の特質なのかもわからないですけど、こういろいろやっぱり知り合いがもうお互いに、まあ、そういう店が多いんですけども、そうなんですよ、ちょっとこう、まあ、合流といっても、まあ、ちょっと座ってとか、それでまあお帰りになられたりとか、ただ時間はまあそれぞれみんな別々で変えてますし、会食の席で、まあ、その友人の方がその他にもって言って人をいっぱい呼んだわけですか。いや違います、だから同じそのお店の中に個室が違う個室があって、我々が来てるってなったら「こんにちは」とか来てもらったりとか、そういう類のところでこうガチャガチャまあ、入れ替わったりとか。他の個室のお客さんが、そうです、こんにちはとか来てもらって、そしたらまあ座れとか、まあ、僕が言ったんじゃないんですよ、だから他人ですよ、ね、他人です、はい。全く知らない人なんですよね。あ、違う、知ってます、知人同士の話。ということで、たまたま知人が他の個室にいたっていう。そうです、それも2組のだったので、でそれを招き入れて、まあ招き入れたっていうか、いや10人ぐらいに増えてしまった。一時はその、まあ、9人ですかね、一番、まあ、思い出しても8人か9人です。でも記事には最終的には10人くらいにって書いてある、まあくらいですから、はい。まあ、でも僕らはまあ、今もう一度繰り返しになりますけれども、はい、とにかく人数的にはそのまずいということで、まあ、この人数で、ね、もしやるんだったら僕は帰りますって言って、ものすごくこうしらけさせたのを覚えてます。まあ、怒ってはいないけど、こういうふうになるんだったらもう来ないよ、ここにそもそも来てないよっていうことを、まあ、その時の知人に言って、まあ、ちょっと珍しいんですけど、まあ、それでも本当に帰ればよかったんですよね。だからね、なんで帰らなかったんです。だけどすごい雰囲気ぶち壊しじゃないですか、誰も何も悪いことしてないのにっていう。まあそれはその世間に対してやっぱり申し訳ないってことがあっても、まあここの人に何て言うんですか、何の罪もないっていうことはありました。はい、うん、なるほど。石田さん、コメントが結構届いてます。はい、ちょっと見ませんか。そうですか。ああ、はい、こちらでパソコンですか。あ、わかります、わかります。 ありがとうございます。まあコメントも皆さん本当に送っていただいて、そうですね、最初、先ほど言った黒人の女の子すごかったね、22歳だったんかって、これはトール小林さんからいただいてます。すいません、あんた誰さん、じゅんちゃん頑張ってありがとうございます。あと、これなんていう方、読み方がいまいちわからない、すいません、はい、身から出たサビ、よく、はい、存じ上げてますが、これは本当にありがとうございます。その
タケルさん、タケルソノさん、ああ会食 YouTube スタッフと言ったんじゃないんだ、あのスタッフはあの分かれました、はい、アップルパインさん、石田さんあまり気にしなくていいと思いますよ、まあしますけれども、他の芸能人なんて謝らない人いっぱいいるし、もう前を向いて進んだ方がいいですよと、いや本当に申し訳ないです、本当に結構あったかいコメントも、そうですね、石田さんやっぱマークされてますかねっていうあります、そもそもですけど、はい、ゆう金城さん、今宵はお酒を飲まない、純ちゃんの話に酔いしれるさちょっと待って、そんな ありがとうございます、でもみんなこんばんはって出てますね、これ録画、あんた誰さん、マジって言ってますけど、録画ではないです、本当にライブ配信です、皆さんありがとうございます西川さん、これは修二さんですかね、純一さんファイトというところで本当にありがとうございます、あと阿部美由紀さん、もうその件はいいのでは、楽しい面白い配信を期待してますということでありがとうございます、優しいコメントが多いですけど、うん ブッファーチャンネル2代目さん、 YouTube 舐めすぎ、はい、稼げなくなったから YouTube に来たの見え見え、いやあの YouTube でも別に稼げないですよあのちょっと申し訳ないですけど、稼いでる方はいらっしゃいます、あ仮にですけどね、まあ100万視聴でも、まあ10万円とかいう感じなので、別に稼ぐ稼がないではないと今の段階では思います、でもねこれなんて読むんですかね、人へ七星さん、一重七星さん、七星さん、もっと面白い話聞きたい、はい、もう十分分かりました、石田さんらしい、まあ、趣味なのか お子さんとの楽しいひとときなのか、あーさんですねこれね、そういうこれからの配信を楽しみにしてます、同い年の子供がいます、石田さんより私は若干若いですが、若干じゃないでしょう、コロナで生活も不安定で大変ですけど、本当ね頑張ってください、ありがとうございます、私も頑張ります、配信見て元気もらいますねって、はい、あの質問もしよかったらお願いします、はい、のぎどん本物ですか、本物です、じゃあ石田さん一度、はい、でも、はい、まあ、厳しいコメントもありますけど、はい、でも、まあ、温かいコメントもあって、いやそうですね、こうやってねわざわざ見に来てくれるっていうことはやっぱりファンがっていうことなんですよね、いやまあ本当にありがたいですけども、まあ、何かね本当にそういう恩返しできればいいですけど、まあ、いずれということで、まあ、何かねもし質問とかあったらそれも含めてよろしくお願いします、今のは感想なんで、でも我々もよく言ってましたけど、僕大好きな俳優さんで、ショーン・コネリーね、2020年に亡くなりました、初代のジェームズ・ボンドですけども、あの方は最初に、まあ、ずっと大根役者って言われていて、でもアカデミー助演男優賞を取ったんですよ、本物のね、助演男優賞っていうのは一番芝居が上手いってことなんですよ、まあ、主演男優賞っていうのは要するにこう周りの核になるあれだから、でも助演男優賞ってもう技術的にナンバーワンって
なんとショーン・コネリーが助演男優賞を取った時に彼のスピーチがすごい良かったです。石原さん脱線してません？いや一言だけいや僕を今回の週刊新潮の件ですから応援してくれた人と批判してくれた人ありがとうって言ってやったんですよ。あ、そこに繋がるんです。そうあ、なるほど。ごめんなさい、なんかカットインしちゃって。いえいえ大丈夫ですあ、でも週刊新潮の話ももういいっていう、今見てるとまあそういうもう次行こうっていうなんか面白い話みたいな、っていうふうに言われたので、まあそういうことも取り入れながらと思ってます。はい。なるほど。先ほど僕と一緒にヤフーニュースの記事を見たじゃないですか。はい。YouTube を開設しました。で、ヤフーニュースに出て、そこでいろんな、なんていうかご意見があったけど、これは厳しかったですね。まあ。この今の生配信もそうですけども、いわゆるこう我々のその純チャンネルを見に来てくれた方っていうのは、まあ少なからずやっぱりまあ賛同とは言いませんけども、まあ興味があったり、まあ好奇心でもどんな感じかなって見てくれる方は、まあある種どこか非常にこう温かい気持ちというかね、見守ってくれる気持ちとかそういう方が多いんですけれども、いわゆるこうヤフーニュースのコメントっていうのはもう一般の方ですから、これが今の世の中の方だと思うんですけれども、まあ意見大体形作ってるこのパーセンテージでいうと、だそういった意味でめっちゃ厳しかったですね。まあお前から学ぶことは一つもないとか、なんかそういう系統のまああるし、とにかくすごいなんか何を考えてるんだとか、なんかそういうの嵐でしたね。もうそっちばっかり でそこにまたいいね、その方の意見にいいねが100いくつで反対が3とか4とかね。まあそれが世の中ではあるとは思います、やっぱり。はい。率直にどんな気持ちなんですか？いやそりゃやっぱり打たれますよ、すごく。まあなんていうかな、3ヶ月とか4ヶ月とかせいぜいそういうところでは非常にやっぱりずっとこういうのを耐えなくちゃいけないというふうには、まあ、スタッフなんかでも言ってるんですけども、あるいはそのまんまかも分かんないですけどね、そのまんまで辞めていく人もいるだろうし、まあただもちろんその YouTube っていうことだけじゃないけれども、やっぱりその甘いなんて思ってない、やっぱり大変な世界だし、でやっぱり自分が発信する以上やっぱりこう打たれに行くっていうんですかね、そういうことも、あると思うんですよ。やっぱり、何もしなきゃあまり言われない。で最近は、まあ、コロナのところでやっぱり皆さんもいろいろなこう自粛して我慢してるところもあるから、やっぱりある程度言葉がすごく過激になってる部分もあるかもしれない。でもまあ本意じゃない人も、でもそもそも僕の、まあ、持論なんですけど、石田純一が何やってるのかそれ大して関係ないよ。そんなこと真剣に考えてくれる人が他人でね、そこはそんなには僕はいないと思います。だから何かのところでふざけんなこいつやりやがったなとか、バカじゃねえのとか、まあ思ってたことが吹き出てくるかもしれないけれども、それはやっぱり、まあこっちから見るとやっぱりそれを非常に一旦受け止めなくちゃいけない。そしてそこをね乗り越えたら何か面白いものができるかもしれないし、自分たちで何か発見できるかもしれないとは思ってます。石田さん、せっかくなんでさっきツイッター作ったじゃないですか。はい。この話も。ツイッターがまあ本当に言葉を短くして何かを発信するっていうのは本当にやっぱり力はあるけど誤解もされやすいし、
そこはまあよく言うその炎上っていうことも、まあ、そこをあえてっていうか、あの自分はまあ今もそうですけど、まあまあ、丁寧というか、まあ、おせっかいというかいろいろ説明をするから、とにかく長いと話は、だから話は短い方がやっぱりいいということで、まあ、ツイッターでちょっと訓練じゃないですけど頑張ろうとは思って始めました。ただ面白いです。今何かちょっとこう見てた、あるいはこっちもなんていうんですかね、フォローした方のあれに返したら、あっという間にその絵がなんかリンクになってとか、そういうことが、うわすごい早いなこの時代はと思って、まあ、こういう面白さでみんなやってるんですよね多分ね。そしてつながる、あるいはもうまあぶち切れる、いろいろやり合うとかいうのもあるんでしょうけど、やっぱり基本は本当はつながる感がなんか一番こう至福なんじゃないですか、そのこういうことに関して。で僕は本当にあのいわゆる電脳人間っていうかデジタル系は本当にもうあの向いてないというか。そうですね、はい、スマホを持ち歩かないですよね。そうなんです、あのポケットに入れないですからね、あのカバンの中に入れてて、そういう意味で言うとなんか武将な人間で、なんか怒られますよよく、何かあったのかと思って心配したけど返してこないからって、それがなんか30分とか40分とか、でも基本ですよ、スタジオの中とかまあ入って何かまあ収録とかしたら3時間4時間5時間は出れないですから、なんかそういうのにも慣れちゃって、まあそれで甘えてるのかもしれないですけども、でもね、あの例えば会ってる人とまあお茶飲んでるとするじゃないですか、それだけどなんか来たからってなんかすぐこう返事をすぐ返したりとか、ずっと気にして見てたりっていうのがあんまり好きじゃないんです、失礼って思っちゃうんですよね、目の前にいる人にとか。だからあなたよりも重要な人がいるんですってこうなんか宣言しちゃってるようでね、僕はちょっとそれは苦手ですね。ちょっと週刊新潮の件に戻ってもいいですか。ねえすいません、まあ今こういうね状況で、コロナ禍という状況で緊急事態宣言も起きて、でね、この記事ってまあ正直ぶっちゃけると、その外でご飯食べただけでこんな記事としてなって叩かれてしまうっていう、まあ、それはとても、ね、残念なことだと思うんです。まあ、そういう時代だから、はい、でも石田さんってしょうがないですね、はい、これだけじゃないじゃないですか、もう去年何度もそういうことを起こしてて、正直のところ僕が石田さんだったら、まあ、外には食べに行かないな、家族とか、まあ、仕事の関係で行くぐらいはあるかもしれないですけど、いやそうですよ、やっぱりあの自分らもだってあのじゃあ他の日毎日外出してるわけでも外食してるわけでもないので、だからまあ必要な時ですよね。だからこれはあの不要不急っていうけど、用がなくて外に遊びに行ってたら、それはまあでもそれもその人の考えで、僕はあのそれぞれが責任持ってやればいいんですけども、ただ今こういうのでもうとにかく感染しないようにっていうのが元々のあれじゃないですか、ルールのためのルールじゃなくて感染をしないさせない、ここをやっぱり徹底はしなくちゃいけないので、そこに関しては本当にあの仕事とはいえ申し訳ありませんでしたというところなので、はい。でも石田さんって、まあ、さっきも言いましたけど何度も取られてきたじゃないですか、で、はい、今回もう取られるとは思ってなかったんですか。いやずっとそうですね、まあ夜は、まあ、とにかく家にいて、まあ、本読んでますから、
まあ、それは軽率ではある、まあ、これはあの前の時もそうなんですけども、でもあの前の時は僕はあの一応テレビの取材ではそういうふうに答えてるんですけども、やっぱりこの家族、養ってる家族に関して責任あるのはあの自分なので、やっぱりそこをなんとかやりくりしていくっていう責任がある。だからあの世の中のルールもあるかもしれない。でもあのいや緊急事態宣言でしたらやっぱりそれはまずいですけども、でもその去年のやつはやっぱりそういうののこうね、終わった後のそのまあムードなところで、まあ、集中砲火を浴びたというところですかね。まああの今実際だからディレクターさんもねおっしゃってる、いや僕だったらそれは行かないですよって、いや同じですよ。ただそこにあの仮に人もちょっと8時も過ぎてるし集まってきちゃったね、まあ、一瞬であろうともずっとであろうともそれはあのもう言い訳はできないから、まあもちろんだけど そこはあの本当に個室で我々3人がそういうまあいろんなトータル的な仕事の話、これからどうやっていこうっていうところを僕らも必死なんで、そこだけは本当にあの今回はちょっと言い訳はできないですけど、その去年の時なんかはもうそういうことが我々の生活や収入にももう本当に直接、関係してくるから、そこはもうあのもう自分の叩かれようがないしようが家族は守る、まあ、生活をなんとか維持する、それでいっぱいいっぱいですよね。はい、吉田さんそろそろあの質問も、あ質問来てます、ね、はい、すいません、ちょっと失礼します。誤解されやすい性格なんでしょうか。あ、民放二局さん、はい、ありがとうございます。この間もあのいただいてますけれども、H.M. さん、石田さんは人の悪口を言わないですよね。そうですね。やっぱり、ありがとうございます。あのまあいろんなコメントいただいて、人の悪口、まあ特になんていうんですかね、そういう。まあ、罵詈雑言、まあ口の悪い言い方とかは絶対しないし、はい、本当にでもいろいろ見ていただいてありがとうございます。民放二局さんまた来てます、ありがとうございます。あの宮迫さんに会いに行こうって会いたいですね。アップルパインさん素晴らしい。石田さんの何としてでもね生活していこう、まあ稼ごうとする力強さ私は好きです、ありがとうございます。まあ、YouTube の道は厳しいと思いますけれども、やり続けていると必ずファンがついてくると思います。頑張ってくださいということです、ありがとうございます。あ、お先ほどのトール小林さん、高校野球部で4番でエースだったという話は本当ですか。はい、本当です。まあ都立ですけれども、はい、2年、あ違う、1年の秋からですね、はい、ピッチャーで4番やってました。スタッフ攻めるなというタケル・ソノさんあります。どうなんですかね。ヨウジ・ステファン・佐々木さん、ステファンさん、おありがとうございます。石田さんの切実な気持ちは伝わってきますよというところですね。のどぎんチャンネルさん、あ違う、のぎどんチャンネル、のどぎんじゃねえやのぎどんチャンネル、これのぎチューバーさんですね。医療従事者に謝るべき、
というコメントをいただきました。いや、謝るというよりも本当にもう感謝だけです。今本当に先ほどもちょっと言いましたけど、友達が本当に今、集中治療室でもう意識がない状況で頑張ってます。だから、まあ、よく先般伝わってる、やっぱりその非常に、なんていうんですかね、基礎疾患とかある方、特に糖尿の方はもう本当に大変なんですね。もう頑張ってもらいたいなと、友達ですけど、はい。このね、一人すいません、なんて呼んでいいかわからないんですけども、東進さん、東進さん結構いくつか、はい、全て計算で炎上 YouTuber 狙ってるとかって書いてあります。まあ、自分の立場を客観的に考えなさいという、東進さんですかね、これ。これでも東じゃないよね、ちょっと難しいです。はい、ちょっと何て読むか分かりません、すいません、ありがとうございます。このコメントに対してはどう思いますか。読み方が分からないので、この東進さんと、まあ読み方をこう聞いてみたいですけど、すいません、これ東じゃないんですよね、すごい難しい字ですね。東っぽく見えるけど、あと慎むという、慎重の慎ですね、慎む、はい。そうか、これココナマン Y さん、愛と平成の色男の舞台挨拶で拝見して以来ずっと応援しています。ありがとうございます。いつまでもかっこいい石田さんであってほしい。今現在もっと醜い人がいくらでもいる、人のことを言える人間がどれだけいるんでしょうと、こういうことをね考えてらっしゃる方多いと思います。ありがとうございます。ちょっと送ってみます。はい武田健さん、石田さんだけ叩かれてかわいそうです。まあ僕だけじゃないと思うんですけども、ありがとうございます。まあまた、来ました、通りすがりの T さん、あなたから学ぶことはないです、お願いですから一般の目に触れるとこや公の場に現れないでください。厳しいですね、はい。まあみんなねもう楽しいあれですね。ミニチュア工房株式会社さん、ありがとうございます。お疲れ様です。どなたかとズームつないで野球ネタするとか、解説動画とかいいかも。まあ、所ジョージさんのチャンネルとか、私もミニチュア作るチャンネルしてます。頑張ってください。いや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 、そうですね、ここに先ほどのあれでヤフーニュースに載せてもらったのが良かったですねって。ありがとうございます。でも確かにヤフーニュースで視聴回数が増えたのは確かですよ。あ、そうなんですか。まあご批判ももっともだけど、ありがとうございます。あ、来ました、夏目慎さん。夏目って読むんですか。厳しい意見をいつもありがとうございます。このでもさっきの夏目さんの
このコメントに対してはどう感じますか？いや、どうって、まあ、あの奥さんとコラボしてみてはとか。え、そんなんありましたっけ？ありました。まあ、そうですね。いや、コラボは全然あのいいんですけど、もう今まだコラボをするようなその段階にはないので、まあいずれそういうことができるといいですね。あ、リョーマットさん、うん、ネアカのキャラなんだからネガティブネタやめたらいいのに、暗くなるチャンネルとか見たくないしって。すいません。まああの一応ね、まあネガティブネタっていうか、あの僕らもそのまあはっきり言ってめちゃめちゃあのその人生を応援する、なんかその自分なんかの人生観でも、人生を楽しみ人に愛されみたいなのが、まあ、理想だと思ってますけど、そういうふうに応援できるような言葉とかそういう力をさっきも言いましたけど信じてやっていきたいなというふうに思ってます。もぐもぐゴンスケありがとうございます。もぐもぐゴンスケさん、名前呼んでくださいってカメラ目線で呼んだらいいんじゃないですか。はい、もぐもぐゴンスケさんありがとうございます。その下の方がちょっと面白いんですけど、あ、いや、子供のアーさんですね。子供の運動神経が悪くてすぐ転んで怪我したりするんですが、あ、うちもねよく転んで怪我してました。石田さんのお子さんは日頃どんな運動をさせてますか？だからあのなるだけ歩いたり走ったり、縄跳びとかやったりしてます。でもそうこうしてるうちになんかだんだんあの転ばなくなりまして、バタって、まあ、上の男の子はまあ本当に生まれた時から運動が好きだったんで大丈夫だったんですけど、下2人が女の子で、なんていうんですかね、もう走るんだけどバタってこうなんか足がもつれるのか転んだりよくしてましたね。はい、本当に、まあ、今日はね身長の記事について、まあ、全て語る回というかテーマを持ったので何でもお話しさせてもらってますけれども、あの質問どんどんください。ちょっと待ってください。難しいな。あ、武田健さん、あのリコさんと仲直りしてくださいねって言うけど、あの大丈夫です。仲直りというよりもそもそもそんなに揉めてるわけではもちろんないので、まあ皆さんと一緒にあのちょっとあ、稲丸大宮さんも出てますけども、ありがとうございます。リコさんに謝った時リコさんは何て言われましたか？あのしょっちゅう謝ってますからあのまたかぐらいの感じだと思います。あのなんて言ったかっていうと、まあ、いつもあの冗談が好きな人なので、ちょっと息子が何かこう、片付けができないとか、なんか集中力がないとかいうのは全部、まああのまあ、僕の遺伝ってことになってますからあの一緒に謝ってますあ、一つ、高博さん、メカル、高博メカルさん、面白い名前ですね。はい、ちなみに今奥様の話出ましたけど、はい、今回の身長の件で奥様は何か言われましたか？いえ、また乗るのと言われたんでごめんって言いました。はい、まあ、怒ってるんですか？いや、怒ってるというよりももう本当に、まあ、だからそれは呆れてるのかもしれないし、でもあのその仕事をしてたのはだから一生懸命やってたのは知ってるので、そこに関してはあの、まあ、その日も行くという話も言ってありますから、そこは多分あの揉めては
揉めるところではないと思います。はい、ちょっと呆れたような感じですね。まあそれは普段からもあるでしょうね、やっぱりね。まあ危なっかしくてしょうがないっていうところだと思います。はい、今日発売だったじゃないですか。はい、あの記事自体が、あ、内容はまだ見てないと思います。それでちょっと我々もあのキリがないので、その内容に関しては、まあ、見る場合もたまにはありますけど、やっぱり普通のその女性週刊誌とかのはそんなには見ないですね。はい、あ、奥様は、あの今回はまあ新潮、週刊新潮ですけども、まあ、そういった意味ではあの女性週刊誌だと、まあ、一番めちゃめちゃすごいのがありましたけど、いちいち見てたらもうそっとしますし、はい、であのこういうところで確かにあったんです。あの裁判のこの間も、裁判するとかしないとか言ってたけど、あれはどうなったんだっていうことなんですが、やっぱりあの弁護士さんに頼んで、事実5人が5人どころかその完全に、もういわゆるなんていうんですかね、こう悪質なというか陥れる目的で、やったのに関してはあの内容証明を送って裁判を用意しているという話は送ってますけど、まあ向こうからはその後一切の、あと取材方法も実際すごく最初に女性セブンからとかね、いろいろこう捉えた時にもう遠くから捉えて取材も一切来ないから、もう好き勝手書かれてるんですけれども、まあ一番自分たちがやられたのは3週連続で週刊女性かなんか あのいわゆるお持ち帰り事件みたいなのがあったんですけど、あれに関してはもう本当に、もう特に僕らがその CM をやらせていただいて、もうあと1週でも乗ったらもう降りるからっていうことだったんで、もうとにかく話すっていうのがダメなんです。だからそういう状況だったから自分らも苦しかったですけど、でもその記者さんは、週刊女性の記者は1回うちで100回ぐらい、夜に100回ピンポンやって、ずっとピンポンピンポンピンポンってやって、それを全部撮ってあるんで、まあ、この辺もまあ裁判やるとき訴えたら非常にやりすぎというところで、まあここは向こうはまあ正式に内容証明の答えみたいなのは来ましたけどね、非常にまずかったと、取材方法に関してはと言ってるけど、でも事実に基づいて書いてるってからふざけんなよっていうところですけど、はい。じゃあ裁判はまだ終わってないってことですか？裁判なんかずっとですよ、そんなのやるとしたら。はい、今も続いて、いや裁判をだからまずっていうよりも、まあご存知でしょうけど、それがまた3年か5年後にその判決とか出る時っていうのも、またそこで変にフィーチャーされるのもあれなんで、実際にそうですね、まあ、和解というんですかね、そういうこうある程度のところで手を打つっていうのが実際の問題で、もう日本一と言われている弁護士さんに相談して、今、まあ、大変です。はい、今まで奥様が一番怒った記事ってあります？記事に関してはないですね。怒ったとかいうのはないですね。あ、そうなんですか。はい、沖縄の一件とか、沖縄にはだから女性も一言で、沖縄で女性と一言も誰とも喋ってないので、もうそもそも沖縄だとかあまり、まあそれに関しては関係ないというふうに思ってると思います。そこは僕らは100% 仕事で行ってるので、はい、まあ
まあ、ガードが甘いとか、だからそういうところにこう、まあ、例えばあの出入りするところに気をつけるっていうのは本当にありますけれども、あの個々のことについては一切あの聞きもしないし、多分、まあ、言っても聞かないとかそういうことは言いますから、まあ、沖縄行く時も行かないでとは本当に言われたので、それは彼女も後であの個人的に彼女が反省しちゃったというところで、まあ、それは本当申し訳なかったんですけども、まあ、僕らもあの沖縄でもう一回言いますけど、沖縄で感染したわけでもなく、ただあのすごくやっぱり沖縄の方にでも迷惑をかけた、あるいは飛行機に乗ってしまったこと、こっちは感染しているのはもちろん分かんなかったですけども、そういうのはもう本当に申し訳ないと思ってます。じゃあ石田さん、またコメントの方に。はい、あ、ジョイさん0824、コロナは辛いですかというところなんですけども、僕の場合はコロナ自体はまあ3日間、ちょっと辛かった、もうなんだか覚えてないぐらい熱が出たのが3日間でして、その後は比較的元気だったんで、もうあの入院がどちらかというと退屈でした。ただ自分の場合はその、アビガンが効いたと思います。非常にその後だから一度も、まあもちろん咳とかね症状も出ないんですけどね、はい、出なかったです。わお大木沢蓮、大木沢蓮さん、大木沢蓮さん、抱きしめたい DVD で見ましたってありがとうございます。あのはい、ピヨピヨさん、早うコメント見ればいいのに全部言い訳だな。まあでもあの説明するまあ義務はあるのかなというふうには思ってますが、あ、もぐもぐゴンスケさん、石田さんにドキドキしてます。あ、え、これは女性なんですか男性なんですか。まあ、写真は女性ですね。写真は女性ですね。はい、難しいです。これ笠原さん、三、まあ棒が3本あって笠原さん、はい、石田さんは石田さんのキャラを貫いた方が面白いです。批判されるのは辛いと思いますがと。まあ辛くない人はいないですよね。いやー、ありがとうございます。そうなんです、このミニチュア工房株式会社さんがあのおっしゃってることはもっともだと思います。あの起こってしまったことは仕方ない、気をつけていても感染する怖い病気ですからと、ただ再発もあり得るみたいなので気をつけてくださいよと、ご指摘をありがとうございます。たかひろ、これね、メカルさんね、そろそろ眠くないですかっていう。そうですか、ね、ありがとうございます。武田健さん、石田さんは靴下脱いで革靴履いてワインを飲んで映画を語ってほしいです。はい、ありがとうございます。僕ずっとね、5年ぐらい、これ関西ですけれども、映画をまあなんていうの、紹介する番組やらせてもらいまして、やっぱり楽しかったですね。映画大好きですから、今自分たちも映画をやるべくこう用意してまして、脚本を3人で書かせてもらってます。いつかそういうのが皆さんの目に届けばいいなと、まあ、本業でやっぱり頑張らないとという意識があります。
すごい、ちょっと待って、すごいですねこの方。あのね、初めて言われました。水観光さん、水観光さん、観光さんかな。抱きしめたいのクーパーポーズやってくださいって。あれね、本当にクーパーポーズって言うんです。あのゲイリー・クーパーっていう人がいまして、まあご存知の方、あのグレタ・ガルボとゲイリー・クーパーですね。で、まあゲイリー・クーパーの初期のとにかく本当一番かっこいい時ですね、若い時。まあ中年になってからもすごく渋くてよかったですけど、ゲイリー・クーパーがそのこういうやるんですけども、あれは、グレタ・ガルボにその外人部隊に入った、かっこいいこう将校が最後にこうじゃあねってやるんですよ。これをクーパーポーズと言いまして、そこから、借用させてもらってました。ちなみにルージュの伝言っていう松任谷由実さんのあれも、そのモロッコっていう映画なんですけどね、グレタ・ガルボがじゃあねさよならっていうのをこう、まあいわゆるなんていうんですかね、まあとにかく鏡にそのさよならとこう書いて、そのルージュの伝言なわけですよ、口紅のね、ルージュ。それがあの松任谷由実さんの初期の、まあ、名曲ですけどね。じゃあ今のクーパーポーズっていうんですか、はい、ちょっと本気で、本気、いやちょっと照れくさいですけども、あー本当今ねちらっと見ちゃったけど、いや武田健さんが石田さんの朝日放送の映画番組が挨拶もなく最終回で寂しかったですって。そうですよね、いきなりだからもうあのいきなりストップになってしまったんです。まあそれは僕が入院したっていうことも関係してるとは思うんですが、その後再開することもなく、5年やってた映画の番組終わってしまいました。でもそれあのクーパーポーズをじゃあ本気でやってみたいと思います。照れるな。ですね、いやもうあの俺ね、ほんとこれ実を言うと、これほんと言います、あの浅野温子さん の、 あの抱きしめたいって番組、1988年のフジテレビ の、 あの、まあ、番組だったんですけども、浅野温子さんに対して僕が書かれた台本は暗く見送る秀司だったんですよ。だから浅野温子さん、うーん、じゃあ本当にまたねさよならみたいなパーって行くと、で俺がすごい暗い青年で付き合ってるんですけど、何を思ってかこう暗く見送る秀司って書いてあるんですけど、でもその行った浅野温子さんがあまりにも可愛くて楽しかったんで、もう暗く見、まあ普通すごいクールに見送ってるんですけど、最後にその彼女の後ろ姿に向かってってやったのがきっかけだったんですが、これねフジテレビのあの川家さんっていう、まあディレクター、天才ディレクターがいるんですけど、この川家さん以外、まあプロデューサーから全員もうあれはやめてくれと、石田さん第1回目見ました、第1回見ましたオンエアをね、あのいわゆる、まあその前にプレビューでもやるんですけど、でもねすごく良かったんですけど、これだけはやめてくれってみんなに言われたのが印象残ってるんだけど、川家さんディレクターがですね、監督がいやーいいんじゃないですか、結構あれはあれで成立してますよみたいな、それでずっとそれがまあ残ったという。まあでもねあの番組はもう本当に面白かったんだけど、だからそのように基本で言うと浅野温子さんと付き合ってて、だけどこうもうなんかこうあんまりいけすかない明るくない男で、で最終的には浅野温子さんはまあ親友の旦那である岩城浩一さんのもとに一瞬迷って行っちゃうという、そういうまあ大まかなドラマだったんですけども、浅野温子さんがやっぱりいちいちチャーミングで、そして俺がなんていうんですかね、
大問題を起こしちゃって大失敗して酔っ払って、それで寝こけちゃって、もう最悪の、その次の日のシーンとか浅野温子さんがやっぱり、俺は最後その第、あれは第5話でしたかね、のラストシーンでもう最悪な結果で会いに行ったんだけど、もうどうしようもない、そんなシーンをですね、浅野温子さんは本当にこいつったら可愛いわみたいにやってくれて、彼女がで俺が、あ、ちょっとごめん、ちょっとごめんなさいって、まあなんかこう、もうまた二日酔いでやばい感じになっていくのを、浅野温子さんがですね、可愛いわねみたいな感じでこう声に逆に返してきたんですよ。ああいう風な、本当になんていうか、こうやり取りでね、本当に脚本以上のことにしていただいて、僕は本当に浅野温子さんにはもう感謝してます。はい、まあそんなことで、もう皆さん本当にそろそろですね、今日は僕は子供たちと一緒に寝る約束をしているので、まあ、終わりますけれども、今回は本当にお騒がせしてしまってすみませんでした。いろいろご意見もいただいて、質問もいただいて、本当に楽しかったです。ありがとうございました。またお会いしましょう。ぜひ見に来てください。